お祭りね、今さっきやれたからね、ちょっとね、上がったそうね、見習いタップの。やみさんに勝った。でもちょこっと寝ちゃった。仮眠程度だけど。でもかまちゃん、ありがとう。夜寝れる、夜寝れるよ。夜寝れるよ。いや、2時間も寝てないです。本当に40分ぐらい。今日朝から踊ったからね。県民賞高知県なん。知らなかった。そうなんだ。朝から、そうそう、じゃあうとうとしながら踊ったよ。高知出身の方でそうなの。高知のモーニング3時まで。やってるっけ。やってるっけ。私さ、私さ、あんまり起きれないからモーニングあんま行ったことないよ。起きれないからさ、平日は学校で土日さ、起きれないからね、あんまりモーニング詳しくないんだ。YouTube もしてありがとう。あ、でもないわけじゃないよ。今はもう広島で1回か2回か3回ぐらいは行ったことある。でも本当にね、全然ないです。だからわかんない。わかんないよ。私ランチの時間に行けたらもう本当に素晴らしいぐらいの人だからね。朝は寝てるよ。名古屋のツアーの2日目の朝、2日目の朝。あ、でもあれよ、ホテルで朝食があるホテルあるじゃないですか。あの時にメンバーと約束した日は頑張ってモーニング行ってる。でも起きるの大変だけど美味しいんですよ。だから起きた後は行ってよかったなって思うけど、一人だったらあんまり行かないかも。眠たいが勝ってしまう。そう、でもなんかすっごいモーニング美味しいとこあって、それで頑張って起きたことあると思う。食べ放題的な、そう、自分で取るみたいな。
あのやつですね、バイキングみたいな朝のそれはモーニングというのかわからないんですけど、それはたまに行きますよ、本当に時たま。広島のではない、なんかもういろんなとこの、いろんな県のちょっと強いんかと思って、それが超弱くて学校もすごい大変だった。なんか朝起きるのってこんな大変だったっけって思うぐらいね、高校起きるのが一番大変だったね。モーニングの場所って広島のブラジルって、あ、そうなの、そんな場所があるのか。仕事もあって疲れてた。そうだね、中学校の時とかあれなんですよ、もうか、中学校の時は5時半に部活が終わったから5時半からもう家に帰ってたんですよ。そう、毎日英語部はめっちゃ早いんです。あの多分陸上とかバスケとか入っとったら6時半とかまで部活があるんですけど、私たち英語部は5時半で終わるので、あの ALT さんが5時半で終わりだから、5時半で終わるだからすぐ帰ってあとは、あ、塾は中3だけね、週3ぐらいで行ってたからあれやけど、10時ぐらいまで、それ以外はね用事がなかったので起きれてたのかもしれません。うん、朝練もないのよなんかね、なんかね、中学校2年生の時にあの陸上部に入ろうと思って、言ったっけな、入ろうと思ってあの英語部から変えようと思って陸上部に体験入学しに行ったんですよ、中2で。もかさんはでも3日間いや2日間その一緒にやってみて、もうめちゃ体痛くてプラス朝練もあるって聞いて、あ、やめようって先輩に逃げられて、そんなんじゃないですよ、普通に変えようかなって思って挑戦しようと思って3日間ぐらい体験入学に行ったけど、もうすぐね挫折して英語部に旬で戻りました。でも本当は運動好きやから運動部に入ろうと思ってたの、中学校1年生の初めは。でもお友達が一人もいないかったので、その時あの一人もいないって言ったらあれなんかずっといないみたいになっちゃうけど、あの小学校のお友達が一人もいなかったので、あの本当知り合いが全然いなくて、だから運動部の子たちどんな子たちとか全然わからんしみたいな感じで入るのを迷ってたら、中学校1年生で仲良くなった子が英語部に誘ってくれて英語部になったバドミントン部はなかったんです。
英語得意な、うん、友達に誘われたから入っただけで本当に英語が得意とかなんないよ。なんならなんか私の小学校はあんまり英語を全然授業であんまりやってなかったけど、モーカが行った中学校のみんなは結構英語とかの授業もやってて、卓球部とかね、なんかできるか分からんなみたいな、とにかく知り合いがおらなさすぎて入るのが怖かったからやめたの。まあでも多分朝でも無理やったと思う。なんか朝苦手すぎてね、朝絶対起きれないと思ってる。だって3日で挫折したし、それで副部長まで上り詰めてたの。それあのね、英語部最初ね多かったんですよ。何人いたかな、1、2、3、4、5、6、7、8、8人ぐらいいたんですけど、初期8人もいたんですよ。じゃあ同じこと言ってちょっと、8人もいたのに卒業するときには3人になったんですよ。3人になって、なんか何人か陸上部に本当行っちゃって、1年の途中とかで、で一人は書道部に行ったのかな。で残ったのは私とそのお友達2人、本当仲いい人たちがだけでいて、5人は別の部活に行っちゃったの。練習厳しかったの。うん、厳しくないし、そんな陸上部が有名だった。わかんない。私はでももう3日で無理だったよ。あ、もう無理だった、私にはもうできない、もう無理だってなってやめた。やめたっていうか体験しかしてない。誘ってくれた子は部長だね、部長になった子。誘ってくれた時は1年だったので、先輩とか結構いたから。そう、陸上部はどの距離、ですね、モカは走り幅跳びが結構好きでやりたかったんですけど、朝練がなかったら入ってたかもしれないけど、あと人見知りすぎて周りに馴染めそうになかったのでやめました。英語部はもうほとんどが女の子ばっかりで、なんか温かい雰囲気だったから居やすかったの。陸上部もね、別にみんな優しいんですけど、ちょっと慣れてなかったから。そうですね、朝練しかやった、とにかく朝起きたくなかったの。それ本当に一番の理由、そこです。もーちゃん人見知りな、もう人見知りですよ。ほとんど少数の男の子、いやなんかね2個下に1人いただけで、もう本当になんか本当にあれですね、そういうこと喋ってないから、女の子の部活みたいな、ほぼそんな感じだったかな。朝練というあるよね。夏休みとかもさ、ねむこちゃんとかめっちゃ3人のうち1人が男子。違う違う、私たちは
私たちの年代は全員女の子なんですけど、2個下に1人だけいただけで、それ以外は全員女の子って意味です。だからほぼ女子の部活みたいになってたっていう。そうなんです。そうね、むこちゃんはその部活とか言っていいかわかんないからあれだけど、すごく頑張ってました、いつもいつもね。エゴーバーは女の子にばっかり人気やったね。人気っていうか、もともと部員数もめっちゃ多いかって言われたらそうでもないんですけど、エゴーバー全然さん、いやね、本当は先輩とか人数多かったんですけど、だんだんちょっと少なくなっちゃってた。今はわかんない、どうだろう、もう先輩とか呼んでみたまあでも、もうは人見知りやけん、あんまりね、あんまりいっぱい話してたタイプではないんですけど、英語部の活動は、ALT の先生とお話、英語でお話ししたり、あとはあとはなんかね、英語のなんか人生ゲームみたいな感じ、人生ゲームではないけど、英語の人なんかそういうゲームみたいな、サイコロ振ってみたいなやつをやったり、そうですね、スゴロクみたいな、そうスゴロク的なやつやったかな、やったり、ももが本当に STU にのオーディション受ける直前ぐらいですねには、プレゼン大会に出てプレゼンしたんですけど、ズタボロに負けました。なんか私たちのチーム以外の他の学校の子たち、もうちっちゃい頃からもう英語習ってるみたいな発音の子たちしかいなくて、なんか英会話もう習ってますみたいな、もう本当にプロ級の上手い人たちばっかりで、もうびっくりしたことを覚えてる。勝ち負けっていうか、なんか賞みたいなのがあるんですけど、もうなんかすっごくて、みんなもう英語の発音がもうプロで、びっくりしたの、本当すごいみたいなみたいな感じだった。すごかったです、みんな。いや、世界にはじゃないな、もう本当すごい子たちがたくさんいるんだなって。でもももが一緒にやった2人の女の子たちもすごい頭良くて、今もすごい頭良くて頑張ってるので、そう何について、私たちはね、日本、あ、じゃあ高知のお土産、世界大会じゃないね、よくわかんない、何のやつか。聞きたい、もう記憶がすっからかんよミレービスケットのめちゃ味がいっぱいあるの紹介したのはなんとなく覚えてるけど、芋天ぷら、大学生の時結構遊んでるかも。でもね、すごくね、真面目な子たちだからね今はい、あ、そうだった、ガチガチね持ってるんですよ今手に。実は覚えてないな、もうその子ったらその時の記憶ってさ、もう 3,4 年もう前の話ですかね。素晴らしく前の話だ、もう
ガチャガチャあるんだよ、みんな。今日10時ぐらいまで配信するね。最近や、最近じゃないよ、もう。もう。でもなんか STU の踊りは踊りすぎてなんか一生踊れる自信はなぜかある。忘れちゃうのかな、おばあちゃんとかになったら。50歳ぐらいとかになったらもう忘れちゃうのかな。今んところね、今んとこの STU は忘れる気がしないんですけど、振り付けが。あ、そう、体に染みついてるさ。もう絶対夢力とか忘れんと思うけど。ねえ、STU は覚えてるよね、絶対。あくん。60歳で夢力、確かにちょっと逆に体的に無理かも。4年前に応援してよかった。お、いいね。春夏秋冬さ、我々のことは忘れても、忘れんよ、忘れん。人生で一番濃い時間だから。ガチャガチャは今回回したのはこちら、じゃん。めっちゃ可愛くない？私まだ開けてないんですよ、みんなと一緒に開けようと思って。なんかあのガムのさ、10円入れたら、あの10円入れたらガムが出てくるやつあるじゃん。ガム、ガムガチャ、ガムガチャ？分からんけど、10円20円入れたらガムが1個出てくる、あれです。あれのガチャガチャがあってすごい可愛くて、なんかほんまに出てくるらしくて、あのガムが、このガチャガチャ、それがすごいちょっと心をときめいたのよ。私これ見た瞬間何これと思って、それでちょっと開かないよ。これ食べられないよ。なんか色があって、まあどれでもいいんですけど、赤とブルー、じゃ赤と青と水、黄色とピンクとグリーン、グリーンじゃない、黄緑があって、ピンクと緑がペンライトカラーなので狙ってたんですけど、青だった。ペンライトカラーね、狙って。ほら見て、これ一個一個ちゃんとさ、ほら、一個一個ある。あら、そう、しっかり水入れて開けよう。こんばんこんばんは。ごめんね、ちょっと音がうるさいかもしれん。ちょっとなるべく音を立てんように。あ、すごーい。このなんか茶碗物がいっぱい出てくるっていうところに心がもうキュンってなって、綺麗だよね、これもさ。ほら、めっちゃクオリティ高み。なんかさ、あれすごい、たまに道端に落ちてるやつ。
全部入れれるんじゃないかな。ああ、それはビビーナ、ね、なんか私前家の近くにさあったよ、なんかビビーナ落ちてたんですよね、道端に。あ、多分なんか近所のなんかちっちゃい子とかがやってるのかもしれないけど。ミニスノードーム、確かにね、ここからが野外行ったことないんですよ、私。落ちてた、そう。開いた。欲しくなってきた。え、可愛いよね。一つ100円ね、ちょっと高めガチャだった。400円。でもちょっと欲しかった、どうしても迷ったけど。これ、え、バラ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 ってももやりそうやね、これ。いけるかな、ちょっと難しいな。あっ、あっ、あっあっ、難しい、入れるの。やっと2個なんですか、やばいよ。もう手に、手で入れた方がさ、いい説あるかね。絶対遅いよね。あーあー、絶対手に入れた方がいいね。手に入れます。なんか怖い、落としたら見失いそうだからさ。ぽい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 。めっちゃ地道な作業なんだけど。なんかさ、金色のさやつとかはないんかな。ちょっとレア感悪くない？なんかたまに変わった色あるよね、あのガムって。なんかちょっとレアっぽいやつ。金色はないかな。なんかあるよね。何色が当たりな感じするっけ。どうやったかな。プロやん、それで入ったの。黒あるっけ、忘れちゃったな。でも結構やってるんですよ、思い出がたい。でもすごい地道、ほんとよ。もうちょっとで終わる。キラキラ、なんかやっぱ金色とかなかったかな。あった気がするよ、私なんか見たことあるようなのかったり。膨らまなかった。私ね、ガムちょっとも膨らませれないのね。ガム膨らませるとね、記憶ないの。そう、できないのよね。あ、よかった。紫やった。いいじゃん。髪留めとかじゃの、確か色合いがね、もうカラフルだから。これのなんかピンク多めかも。
風船膨らませれないんですよ。終わったよ。本当に出てくるんかな。ブラ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 。じゃーん。できました。そこと。この髪留めは、この髪留めはお茶まじょドレミのミナライトアップです。ゆたさん、かわいい、ありがとう。ミミンさん、お花ありがとう。コウジさん、しずくありがとう。カッツンさん、コマコマ、ありがとうコマ。ドラガンさん、アジサイありがとう。竹松つるさん、かわいい、ありがとう。回せるんだ。多分回せると思う。そう、お邪魔女。これは一番初期の見習いタップですね。一番狙ってたやつが出たの。あ、見て、ここ開く。見て見て。お邪魔女の世代じゃないんですよ。あの、どっちかっていうとお姉ちゃんが世代、お姉ちゃんが6個上なんですけど、姉ちゃんの世代なのにモーカがハマっちゃったっていう。回しましょう。何色出るかさ、私いつも予想してたの、あの本物のやつで。なんか、あ、紫紫だって言ってこうやってガラガラってやって色の予想をいつもしてました。え、回したら出てくるはずだよ。世代が、世代ずれてることがまたするね。そう、え、でもほらほら出てくるって書いてるよ。ハンドルを時計回りに書いてる。ピンク多い。私じゃあ何色にしようかな。黄色。じゃあ回します。いくよ。はこれでもできてるのかな。待って、いくよ。え、ないよ。待って、ない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 。あ、あ、来た。あ、緑、黄緑だった。当たった人いるくない？緑って書いてたか。外れだった、当たりました。これで、え、これずっとできるのかな。いつ出てきたかね、分かんない。どこまで回したら、は、あー見えない、あー見えない。えい、青。え、すごい。でもみんなになんか出てくる様子があんま見えないな。は、あ、ピンク。そろそろピンクかな。ピンクでした。そうだね、音がめっちゃリアル。本当に出てくる。そうなの、すごいよね。ビンゴゲーム。確かになんか言うのはこんな感じ。食べられないよ。また上にこうやって返して、なんか普通に置いとくだけで可愛いんですけど、遊べるのいいよね。遊べるというか出てくる。なんかね、回す感触がめちゃいい。音が、見て、ちょっとマイク、ほら、なんか音がさ、いい。あー、はっ、どこ行った。あ、
失った。どっか行った。いや、飛んでったんだけど、どっかに。消えた。え、ちょっと配信終わったら探そう。いや、ちょっとしゃがんだりできないか。お話しくん、今朝今日までです、ありがとう言ってくれて。ママセが踏んづけて言いたいって、本当よ、怒られるこれ何って。かん、やばいやばい、後で探そう。 BB なの爪、これガムだから、 BB なんじゃないよ、ガムだから。早速一個飛ばした人。ピンクめっちゃ多いね、ほら見て見て、ピンク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 ピン。日曜の話からね、楽しみにしてるよ。うん、全部入ってた、逆さまにして全部出てきた。恐怖。ピンクと緑が多いんかね、どうなんだろう。ピンクがすごい多い、踏んだらきゃなるよね。気をつけんとね、いかん、なんかのガチャガチャ。これは心ときめいたね、ほんとこのガチャは。靴下の中に入る。靴下の中か、前リネタンが靴下の中に知らない爪のなんだっけ、爪のあの付け爪。本物の爪やなくてネイルチップか、ネイルチップ入っとったって言ってたから、ネイルチップ、ネイルチップがなんか知らないネイルチップが靴ふなんか入ってたみたいな、誰のネイルか分からんのやって。そう、ネイルチップって、ネイルチップあるかも、ここに私ある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 、ネイルチップっていうね、こういう、あー、うん、もう今日は落とすね、こういう手にピチャッとつけてネイル完成みたいなやつがあるんですけど、知らない人のこれが入ってたらしいよ。だからリネタンがなんか知らない赤いガムの入ってるって言ってたら、私が私の。知らない人の、そう、どうやってさ入ったか分からんよね。これは新品です、新品とかまだ使ってない。必要的なって、これはでもプライベートで使うだけで、仕事中とかはダメだよ。だからメンバーもね、仕事中にねつけてないんですよ、これを。だから
どこから来たのかわからないリュウタにも。そう、謎って言ってた。肩に剥がす、あ、でもね、結構ね、痛いよ、ちょっとピリって。バッグの中に知らない財布が入ってたとかないよ。ないよ。そう、ユニバでつけてた。そうだね。カラコンもね、お話し会以外はダメだよね。そう、なんかもうほんとね、公演とかテレビのやつとか雑誌の撮影とか、うん、ダメだね。配信と、今のこの配信とお話し会だけ、うん、いや、なんでそう、お話し会だけいいのかわかんないけど、自己プロデュースみたいな感じで多分いいのかな。だからそう結構みんな頑張ってる、裸眼で頑張ってるよ、頑張ってるよ。今も全然もうコンタクト普通の、春ピアスとかあるの？ピアス自体開けたことがないからね。なんかこうしかピョンピョンピョン、普通のコンタクトも差し、普通のコンタクトはいいよ、透明のやつは。カラコンはダメ。そう、もうめちゃ福耳なんよ、福耳よね。でもさ、ピアスってさ、このここに穴がドンってなるのよね。私はちょっと怖くて震える。普通のコンタクト禁止されたら困る、本当に。メガネで仕事せんといかんなる。高校卒業でピアス開ける子、そうなんですよ。もうかさ、お友達がみんなさ、なんかあのピアスは分かんないんですけど、みんな髪染めてるの、びっくりする。会った時に、はい、めっちゃ染めとるってなる毎回。そう、うん、ずっとさ、友達を、今までずっと黒の髪の友達をずっと見てきたから、髪色が変わったお友達を見るのはすごい新鮮な感じがして。何色が多い？やっぱ茶色が多いんじゃないかな。高校髪染め、うん、ダメダメ。だから高校生に、違う、大学生になってみんな髪を染めてるから、なんかすごいね、あのね、あのね、ほんと新鮮よ。だってまだでも会ってない、そのコーチの友達とかは染めてる写真を見たけど、会ったりはしてないし。こないだ、ボーイッシュの女の子が友達にいるんですね。そう、その子は、その子も染めとって、この間遊んだんですけど、結構ね、印象が変わる。高校で禁止されてると、その反動で卒業後に染めがち。そう、みんなさ、もうすぐ染めてた。めっちゃ急ぐやんって。思います。
モモとタメの妹染めてるしピアスもあるけどね、いるいる全然。髪が短い、そうその子は髪がすごい短いんですよ、短い。染めると性格も明るくなる、え、そうなん？じゃあレインボーとかにしたらさ、もう毎日すごいことになるんじゃない？もう、わーみたいな。急にパイプも。中身変わってなくても。中身。やって。そう、変わった感じ見えるよね。レインボーやんちゃすぎる。もう心もずっと明るくなれるんじゃない。もうずっと心配がかかってた。急にねやったらね。でもその私は今急に染めたいとかそこまで思ってないんですけど、そのなんか絶対染めたいみたいな感じではないけど、なんて言おうとしたっけ。なんて言おうとしたっけ。あ、そうそうそう、なんかあの髪染めてるイコール高校卒業してるっていう感じなんですよって感じじゃん、大体。まあ高校で染めていい場所もあるけど、そのまあ大体は髪染めちゃダメな高校が多いから、その別に染めたい欲はないけど、染めたら私は高校卒業してる子に見られるんじゃないかっていうって思ってる。だから髪を染めるとすごい一気に大人びたように感じます。そう、そう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 、おもちゃぐらいの髪の長さ染めるんやったら3枚ぐらい。え、もうね本当にね分かんないよ、本当に染めようとか思ったことないというか、まあ、まず中学校から STU にいるから染めるみたいな考えがないから調べたことがなくて、なんかブリーチとかもいまいちよく分かってない。どう分かってないんですよ。なんかでも友達の話を聞いてなんかあそうなんだってなってるけど、逆に染めたいってやっぱ反動だよね。試験です、かわいい、ありがとう。髪の毛つくピンだよ。そう、ねむこちゃんはねむこちゃんは軽く染めてるよ。ブリーチめちゃ痛いの？あ、確かにお姉ちゃんか、詳しいね。なんで聞いてないんだろう、私は一切話を。そう、私お姉ちゃんから全く話聞いてない。でも桃香は染め達人レベル本当よ、近くにいたベテラン。ベテランがいましたね。でも本当にだってなあ、でもそんなにね絶対染めたいとか思わんけどね。私ね、万が一染めるとしたら何色って言われたら本当にあのブリーチなしでできる茶色ぐらいしかやらないです。かここにエクステつけてピンクとかがうちに入ってるだけみたいな。ピンクとエメグリは目立つ。こっちピンク、こっちエメグリとか
びっくりされる。ふわしたらメイクもファッションも幅が広がるし、新しいモーちゃんで、そうね、またいつかだね。銀とか頭が爆発するんじゃねっていうぐらいで、そうなの？怖い、ちょっと。ちょっと。怖いよ。ブリーチ怖いよ。もう怖すぎる。だからそれが怖いからあんまやりたいと思ってないんだろうね。桃色似合う、めっちゃ目立つよ桃。リアルアーニャ。あ、ブリーチ痛くならない時は、そうなんだ。すごい知識が増える。あ、ゴミが。まあ本当、もう本当にしばらくの間はずっと黒髪だと思うのでよろしく。あのさ、髪がさ茶色いメンバー、あの生まれつき髪がさ茶色めなメンバーとかは黒染めしてたりするんですけど、生まれつき髪が黒くて、もうね一回もね黒染めしてって言われたことないぐらいね、黒い。髪黒い。ビッグでエメグリドピンク、エメグリドピンクのさ、あの逆にあるんかね。生まれつきなら黒染め、そうね、それはね仕方ないことだもんね。お姉ちゃんね茶色なんですよ、地毛。もう今は全然わかんないと思うけど、お姉ちゃんいっぱい染めてるから。サーヤン黒染めしたって、サーヤンはあれ自分の希望なんじゃないかな、わかんないけど、どうやろうか。だから黒染めもしたことないから、人生で一回もそのカラーというものをしたことがないんですよ。そうそう、その黒染めも経験なしなので。そう、私は生まれつき結構黒っぽいんですけど、お姉ちゃんは茶色っぽくて、地毛の色が。こんばんこんばん。でも茶色い人いるかな、髪。いたかな。ママ線もパパ線も全然染めてないよ。でもね、髪パパもママも黒っぽいんですよ。安否の地毛、そう、お姉ちゃんは安否ほどではないけど、本当にそれぐらい茶色くて、すごい綺麗だなって、綺麗なんですけど、でもね、どこから来たかわからない。どこからかわかんない。私もでもあんまわかんない、髪が誰なのかわかんない。パパかな、
どうなんだろう。毛量は多いです、実は。結構毛量はですね、多いんですよ。でも見た目はあんま多くないのに、こうやって掴んだら多いねって言われる。そのこう見た感じはそんな、毛量はまあまあ多いです。でもね、前はもっとねゴワゴワしてたの。でもね、シャンプーとかを変えたり髪のケアを頑張ったら、あのそんな多くないように見えるようになりました。すいてない。すくとね結構パヤパヤなるからね、すいてないね、ほぼ。うん、ドライヤー25分かかっちゃう。でも前なんかね、美容師さんに言われたの、髪を乾かさないとバイ菌がいっぱいなるよって言われて、あもうダメだダメだと思って、めっちゃちゃんと乾かしてる。もうほんとここの中、そのこう上の方とかあんま難しいじゃんけども、そこまで乾くまでちゃんと乾かさんと怖くなったよねそういう言われてる。乾かした方がいいよって、めっちゃ乾かしてる。大変だけど、なんか髪を乾かさずに寝たらお肌にも悪いみたいなので、そう結構大事ですよ。まあももがねロング焼きよりそうなんですけど、あの乾くのも遅いじゃないですか。いや震えてる乾かしましょう。触覚これ自然乾燥してんの。まあでも男性は大丈夫だと思うけどね。この長さだったらもうだって乾くのに自然乾燥してしまったらもう2時間1時間とか、やけん時間がかかってダメなことになっちゃうけど、男性は大丈夫かんない、どうなんだろう美容師さん聞かんと分からんけど、そう大丈夫な気もするけど私の長さだから。でもね考えたんよ、あのあれよ、学校のさ小学校の時プールあるじゃないですか。プールやった時にさ、なんか自然乾燥じゃない、自然乾燥じゃん。もうドライヤーなんて持ってきたら怒られるじゃん。あれやばくないって思ったんよ今思えば、あれと思って、一番やばいことをしているって思って、そうね、ドライヤーとか持ってきたら怒られる、悲しい。今考えたら当時は何も思わなかったけどね中学まで私それをやってたからさ、そりゃゴワゴワになるよって思った。パヤパヤなる、そう塩素が入ってるからね。もう今だったら結構もう考えられないかもしれない。今プールの授業しますって言われたらもうドライヤー持参してくるもんそう
パラオみたいな。ヘアアイロンもさ確かに確かに、ヘアアイロンもせっかく前髪やったらもう全部もう台無しだもんね。プールの後はだいたいパサパサしてたんだけど、そう私もなんかっていうか、私中学の時これぐらい長かったんですけど、プールの後に乾かさせてもらえないので、もうなんかずっとポタポタ水が髪からなって、なんか普通に制服に水がつくんですね。だからもうすごい嫌だったよ、嫌だったよ。もうなんかタオルみたいなの必死にここにこうピッてやって、もう髪をこうやってやるしかなかったの、結んで。お団子みたいな。こんな感じだったね。懐かしいね。お、十時。水もしてた。こんばん、こんばんは。今が一番髪の毛だ。あ。髪の毛この間切った時が一番長かったかもし、あ、いや、コロナ禍の自粛期間が一番長かったかも。なんかね、美容院行けなかったからすごい長かった気もする。でもそれぐらいかな、最高は。か、この間ぐらいが長いかな。今も結構長いしね、銭湯行った時とか。そうね、結構大変。それがなかったら別にお風呂ってそんな大変、大変じゃないってわけじゃないけど、嫌じゃないんだろうなって思うけど。髪切りにそう行けなかった時期がね、長かったかな。今となってはプール通って、いやでもなんかあの滑り台楽しいよね、プールの。お風呂自体が嫌というよりは髪を乾かすのが嫌だっていう。髪を洗うのもまあね、ちょっとヘタレの時はちょっと短いよね。そうそうそう、セミロングぐらいの髪留めでめちゃかゆくスクショタイム。いいよ、岡本じゃ。何しよう。ポーズに迷う人。ポーズに迷う。っていうと分からんだと、何のポーズするか分からんだと。いいよね、言い方が。ほんと？だって言ったっけな。思い残すことね。また来てね、神様仏様。もうあ、そんないいんですか、そんな褒め言葉。日曜日のツーショットもね、楽しみにしてる。上の歯、下の歯。何の歌だこれ。歯磨
垣の何の歌なんだろうこれ。あのてるてるさんちゃんとね飾って今めっちゃ天井にある。あの服をあの干せる場所にちゃんとこうやってなってる、飾ってるよ。今日雨降っちゃったけど、どっち側の顔かね、今可愛い方が見えるよ。ちゃんと全部磨きました。なんかそんな感じのやつ。ちゃんと僕は逆さにしてないからね、ちゃんと頭が上にあって、ちゃんとしたてるてる坊主でやってるからね。逆さまにしてないからちゃんと願ってるし、こうやってちゃんと飾ったし、しかもなんかもともともう一個てるてる坊主あるんですよ、手作りのやつじゃないけど、それも飾ってるから2個飾ってる。頑張ってるからもう。ダブル効果、そうダブル効果。違うよ、あんな怖いのお日様にしてるから見怖くないじゃん、可愛いじゃん。じゃあそろそろ読みますよ、読みますよ。福ちゃん、かわいいありがとう。 TM マンさん、かわいいありがとう。幻さん、ライフありがとう。ジェタンさん、ハタありがとう。高木さん、星ありがとう。竹まつるさん、星ありがとう。ケイシティンさん、だるまありがとう。しずくもありがとう。13位のタロイモさん、ありがとう。12位のきびだんご非公認さん、ありがとう。11位のとしさん、ありがとう。今日も楽しい。もうかがしっかりしますや、寝とる。しや、ありがとう。10位のふみあとマークふふさん、ありがとう。9位のゼタンさん、ありがとう。8位のコウジさん、ありがとう。ももちゃんしか勝たん。めっちゃ好きになってくれとる。ありがとう。7位のマピアノのっぴさん、ありがとう。日曜日話せるのめっちゃ楽しみだよね。めっちゃ楽しみにしてるやん。もうちょっとやもんね。ありがとう。6位の高木さん、ありがとう。日曜日の話し会楽しみにしてるね。マカも楽しみにしてるね。5位のドラゴンさん、ありがとう。どんなももちゃんもきっと可愛くて素敵だよ。大好き、ありがとう。ありがとう。4位の竹まつるさん、ありがとう。3位のテイスティンさん、ありがとう。こももさんは栗毛色が似合うと思うのよ。本当嬉しい。私栗毛色が一番したいなって思ってるよ。ありがとう。2位の福ちゃん、ありがとう。素敵なおでこにメロメロね。ありがとう。喜んでもらえてよかった。1位のカッツンさん、カッツンさん、ありがとう。イントネーションの正解が今迷っちゃった。ありがとう。配信ありがとう。こちらこそお話ししてくれてありがとうございました。実は僕がちょっと仮眠しちゃってね、ご飯食べれてないんで、今からおにぎりを食べたいと思います。ではさらば。また来てね。バイバーイ。
バイバーイ。ありがとう。